ドーピーチャンネル。じゃあ今日は勝負を動画にしようと思います。この間の続きを動画にするのちょっと忘れていましたんで、その続きをやりたいと思います。ピッチャーは翔です。はい、バッターは中島君。 初球ストライク、2球目もストライク、追い込みます。そしてこれがファールになります。ファールです。 ボール、2球目ストライク、チェンジアップですかね、これね。そしてワンワンからボール、ボール、ワンスリーになります。でこの球引っ掛けて一塁ゴロになってしまいます。 こういう打撃で実戦では、やめてほしいと思います。はい、バッターは岡です。初球ストライクになります。2球目ボール、ワンワンになります。 これがファールになります。そしてツーワンから、ここから粘ります。これが当てただけの二塁ゴロになってしまいます。そしてここから二巡目です。初球ボール、外れます。 2球目ボールになります。3球目ボールで3ボール、これで仕切り直しになります。ボールです。 これもボール、ストライクになります。これでワンツー、そしてツーツーになります。これすごいですね、いい球です。ツースリー、最後引っ掛けてピッチャーごとに なります。そしてナオピー2打席目、初球ボール、2球目を、これがホームランという判定です。まあ声でごまかした感じがあります。 してバッターオッカー、これがファールになります。追い込みます。ファール、粘ります。ボール、
ツーストライク、ワンボール。これがショートゴロになります。そしてピッチャーは交代、藤原くんです。初球、ボール。2球目もボール。混ぜてボールです。キャッチボールしてから時間が経っていたので肩ができていません。そしてワンスリーになります。でフォアボールになります。仕切り直しです。初球カーブで入れます。もう1球投げます。で当たっボッカーに当たってしまいます。これが三振になります。そしてバッターナオピー初球ボール。これがファールになります。ワンワンからこれを引っ掛けてしまいます。バッターは正吾初球ボール。2球目これもボール。3球目ストライクですね。1球は出てワンスリー。2、3。そして最後の三振に仕留めます。で2打席目ね。1球目ボール。2球目このボール。そしてまあカウント進んで2球になって三振になってしまいます。で、バッター田島くん1球ボールになります。1球目うまく打ちましたがファールでワンワン。1球目これをしっかりピッチャーゴロになってしまいます。バッター直樹2打席目これが打ち上げてアウトになってしまいます。これはボール。ワンワン。空振り。ツーワン。引っ掛けてアウトになります。初球ストライク。これもストライク。追い込みます。でこれはボールです。混ぜます。ピッチャーゴロでアウトになります。そしてバッターはオッカーです。初球ファール。2球目ファール。追い込みます。ここからボール。カーブ外れます。ツーツーからもう一度カード外れます。そしてツースリーファールになります。そして最後さあ三遊間藤原くん崩れ落ちました。ということで今日の動画は以上になります。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。